2012年ジョージア国会議員選挙は2012年10月1日に執行されたジョージアの立法府である国会を構成する議員を全面改選するための選挙である。1991年にソビエト連邦から独立して以来第7回目の国会議員選挙であり、実業家、ビジナイバニシビリ率いる野党連合、ジョージアの夢が第1党となった。 この選挙は2011年に与野党各党の合意により改革された選挙制度に基づいて実施された。定数150議席のうち77議席は政党の得票率に応じて比例配分となり、残りの73議席は小選挙区に割り振られた。2007年の反政府活動の際、当時の大統領ミヘールサーカシュビリは警察を使って 野党勢力を弾圧した。2009年、野党各党は共同で、当時の政府対応を非難し、サーカシビリの大統領辞任を求める抗議活動を行った。また2011年にも大統領辞任を求めるデモ活動が発生したが、鎮圧された。2010年10月15日に、ジョージア憲法の改正が可決されたが、2012年の総選挙で選出された。 国会議員に対する改正憲法の効力は2013年10月に選出される次期大統領の就任と同時に発行する形であった。この改正憲法はジョージア首相及び行政府の権限を強化し大統領の権限を削減するものであった。また2011年7月1日に可決された法律にて2012年の総選挙で選出された 議員とその議会は、現在のトビリー氏を離れ、ジョージア第二の都市、区イ市に、高級移転することも決められていた。2010年11月、統一国民運動及び野党各党は、新たな選挙制度を導入するための協議を開始した。2011年6月27日、統一国民運動は、選挙制度改革の提案内容について、 大多数の合意を得ることに成功したが、これによって野党8党派による連合は実質的な分裂に至った。統一国民運動は野党8党派連合のうちキリスト教民主運動と新右派党の切り崩しに成功。また連合外の野党2党とも合意を取り付けた。上述の野党4党派は改革選挙制度について統一国民運動との取り決めに署名した。これは 国会の議員定数を190議席に増加させることを目指すという内容の取り決めであった。一方、野党8党派連合のうち残り6党は、選挙制度改革の取り決めに参加せず、7月8日に、新しい野党連合を成立した。なお、この連合は2011年10月6日に分裂した。急進派野党、民衆運動イコール統一ジョージアの党首、ニノブルジャナゼは、 2011年5月の反政府デモにおける警察とデモ隊の衝突で4人が死亡したことを受け、討論会への参加を拒否した。2011年10月7日、それまで当局と良好な関係を維持していた実業家、ビジナイ・バニシビリが、ミヘール・サーカシュビリ政権への批判をあらわにした。彼は新たな政党を立ち上げて2012年の 国会議員選挙に臨むことを明らかにした。彼は、ダビトウスパシュビリ率いるジョージア共和党及び、イラクリ・アラサニア率いる自由民主主義者党と将来的なパートナーとして手を組んだ。同時に、イバニシビリは文書にて自身がジョージアの市民権とロシアの市民権に加えて、フランスのパスポートを保持していることも明らかにした。 これに対して、ジョージアの市民登録局は、岩西ビリのジョージア市民権が無効になっているとの判断を下した。法律によれば、ジョージアの市民権を有する者だけが、政党の設立や政党資金の上達をすることができる。2012年5月、国会は欧州連盟にて、市民権を有する者が、ジョージアの国会議員となることを認めることを議決した。 2012年5月27日、イバニシビリと彼が率いる野党連合、ジョージアの夢は選挙活動の開始を発表し、トビリ主犯課外での大規模な反政府集会に数万人の支持者を引き寄せた。9月9日と9月18日には公営テレビ放送において選挙討論が実施されたが、イバニシビリは討論方式に不満を示し、 ジョージアの夢は討論への参加を拒否した。イバニシビリは、バノメラビシュビリ首相との討論を一度も行わず、ミヘール・サーカシュビリと一度会合したのみであった。イバニシビリは、私は、バノ氏を尊敬している。だが、彼との討論はうまくいかないだろうと述べた。トビリ氏のテレビ局マエストロと、ビジナイバニシビリが所有する独立局 TBQ は、ジョージアの刑務所における、 拷問の様子を放送した。これを受けて、反政府デモ活動の参加者は、サーカシビリ大統領の辞任を求めた。この映像が公開された後、国家検察庁は、政治的動機を持つ人物として、飛びりし第8刑務所の所長と大義士2名、そして刑務所警備員など、刑10名の逮捕を発表した。これを受けて、バチャナ・アハラや内務大臣とハトナ・カルマ・ヘリゼ強制。 法務支援大臣が辞任。サーカシビリ大統領は声明を発表した。バノメラビシビリ首相は、ズラブアデーシビリ法務大臣、ムルタズゾデラバ検事総長、神経務所長、ギオルギ・ロルトキパニーゼとテレビ会議を行い、現状を鑑みると、この制度は完全に廃止すべきと改革を指示した。そして、メラビシビリ首相は、これは緊急事態だと付け加え、 改革が遂行されるまでは、警察官による刑務所の巡回が必要であると命じた。9月17日、ブルガリア、チェコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニアの各国外務大臣がジョージアを訪問。民主化のプロセス、国内の政治改革、欧州、太平洋との統合に向けた、ジョージアの動きについて、各外省は支持する方向性を示した。彼らは、 ミヘール・サーカシュビリ大統領、ダビト・バクラゼ国会議長、ギガ・ボケリア国家安全保障会議書記、野党勢力の人物数名、欧州連合の選挙監視団と会合した。続いて、スウェーデンとポーランドの外務大臣が訪問し、政権幹部や野党勢力の人物と選挙の準備について話し合った。8月23日。 欧州安全保障協力機構が派遣した選挙監視団のトニノピツラは監視団員からの報告として国家の政治変更が拡大傾向にあると述べた。特に国家監査局への懸念を示し、個人や政党の支出に関する合法性調査において疑義のある決定を下していることを指摘した。国家監査局が明確で透明なガイドラインを持たない。 ままに幅広い裁量刑を行使し、厳しい罰則を課す権限を有していることを問題視した。そして、罰則の適用は、不平等であり、明らかに特定の政治的主題を主たる対象として、恣意的に行使していると言及した。欧州安全保障協力機構の議員会議議長、リッカルド・ミグリオリは、ジョージアの選挙運動において、ごく一部の例人主義者は、 政策の議論ではなく政敵の駆逐に注力していたと加えた。各メディアが出口調査の結果を発表したが、ほぼ全てジョージアの夢が優勢であるとの見込みを示した。ジョージア国会議員選挙で最も早く発表された出口調査では、野党連合ジョージアの夢が、与党統一国民運動を引き離す結果となっていた。この発表を受けて、トビリしの自由広場は拍手と歓声で満たされた。 ジョージアの放送局ルスタビニがアメリカの調査会社エディソンリサーチに発注して実施した出口調査では野党陣営が得票率51%で優勢一方の与党陣営は41%の得票率にとどまったまた NGO 有権者連盟は実施した別の調査ではジョージアの夢が70%の得票率統一国民運動は25%の 得票率であった。選挙翌日、ミヘール・サーカシュビリ大統領は統一国民運動の敗北を宣言した。彼は勝利したジョージアの夢連合が立ち上げる新政権に対して速やかに権限を移譲することを発表した。ジョージアの夢の代表ビジナイバニシュビリは、ある種の二重権力の状況は回避すべきであるとして大統領の辞任を求めたが、 翌日に要求を取り下げた。野党連合は3人構成の作業部会を結成し、権限のスムーズな移行に向けた協議を現政権との間で開始した。一方で、統一国民運動は10月4日に4人構成の作業部会を結成し、新たな多数党議員との交渉に向けた準備を進めた。いくつかの選挙区では選挙管理委員会の付近に、 ジョージアの夢の活動家たちが集まったが、公式の暫定発表によると、彼らは統一国民運動の主導で集まったものであった。中央選挙管理委員会の委員長、ズラブ・ハラティシビリは、一部の選挙管理委員が脅迫を受けていると訴えた。ジョージアの夢の中心人物、イラクリア・アラサニアは、複数の選挙区において不正な捜査があったとの主張を行った。 野党連合の代表らは公式発表の数字に疑念を示し、ジョージアの夢は選挙管理委員会の発表よりも多くの議席を獲得したと主張した。その後10月4日、イバニシビリは支持者に対して地方選挙委員会の付近での抗議活動について中止を求めた。ロシアロシア首相、ドミートリー・メドベージェフは選挙当日、選挙結果に関する情報は、 国民が変化を求めていることを示していると述べ、もしこのまま結果が確定すれば、ジョージアの政治情勢は、より多様化するだろう。これはおそらく、建設的で責任のある勢力が、議会に出現することを意味するものであり、肯定的に捉えるべきだろう。ロシアの政権与党である統一ロシアは、ロシアとジョージアの関係の将来について対話する、準備が整っていると言及した。 ロシア外務省のアレクサンドル・ルカシェビチ報道官は、関係の正常化に向けた建設的な変化を望んでいる。我々は声明ではなく、行動によって判断すると述べた。同時に、ルカシェビチは、2008年の南オセチア紛争後に採択した占領された領土に関する法律についてロシアはいかなる交渉も行わないことを新政権に対して警告した。 ルカシェビチ報道官は、アブハジア共和国及び南オセチア共和国について、ロシアが占領された領土という用語を使用することはないと述べた。ロシア会 CIS 問題委員会のレオニード・スルツキー委員長は、ジョージア議会が現在のミヘール・サーカシュビリ政権に反対する人々によって管理され、ロシアとジョージアの関係に前向きの要素があることを望むと述べた。 ありがとうございます。